年ありがとうございます。ホーリーさん、ナルマありがとうございます。キップスアップハートありがとうございます。エチゴバータンハートありがとうございます。トシタンハートありがとうございます。オッチーさん、タコさんありがとうございます。そう、今日は旧期研究生、同じ同期のね、鈴木ココナちゃんのお誕生日です。そう、なんか朝大富豪なんか開いたらココナちゃんが出てきた。鈴木さん、良いお年ありがとうございます。赤いシャツさん、良いお年ありがとうございます。16歳か、大人ですね。ピュア48さん、ハートありがとうございます。そう、急に今日は私の誕生日なんだよってココナちゃんが出てきてびっくりしました。今日のシャツ違うよ。これはチップチョップス、この前のラジオで着たやつですね。スペダンクタンコ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 ン、マニキニコのコボ、ありがとうございます。そう、チップチョップス、今日のテロップはじゃーん、モナカやないかい。もう大好き。M1 グランプリで優勝したミルクボーイさんが大好きなんですよ。もう超面白い。おかんの朝ごはんを当てたいと思うんですがみたいな。めっちゃ面白くない？コーンフレークやないかいって。じゃあコーンフレークちゃうなってやつ。めっちゃ面白い。もまあそれが大好きです。そう、もなかのカードくんなんかひらがなになっちゃった。カタカナのカが出てこなかったんですよ。あきこさん、おっぱいありがとうございます。そう、なんかなんだったっけな、すっごい面白かったんだよね。なんか誰にコーンフレークは食べる前に誰に感謝していいかわからへんなみたいな。面白くない？そう、誰に感謝していいかわからん、そりゃコーンフレークやないかいって。ポコツさん、ハートありがとうございます。今日朝テレビやってたから今日のテロップはモナカやないかいにしてみました。皆さんもね、今見てる方にはミルクボーイがお好きな方がいらっしゃるかもしれません。好きですか皆様。ママはこの歌が大好きです。モナカもコーンフレークのネタもどっちも好きだよ。どっちも好きです。ということで、見てない方は今すぐやいせいちゃんモモのショールームが終わったら見てみると面白いですよ。ぜひ見てください。今すぐじゃない、ショールーム終わったらです。このショールームは8時35分まで20分間ですね。20分間やります。35分まで見てください。はい、ということで今日からお休みの方が多いと思いますね。
なら。理由は今日からパパが休みだからです。そんなことないよが言った。今日も仕事頑張ってね。あ、同じ。やっぱそう。ママのパパは今日から土日だから今日から休みって言ってましたよ。今日まで仕事です。粘りますね仕事の方も。かからこさん、ハートありがとうございます。宿題は終わってるわけないぞ。やっぱそう、今日から休みの人多いですよね。まあ今日まで休みじゃない方は今日も引き続き、まあ職場の服を着て行ってきますって言って玄関を開けて安全に会社に行きましょう。そして休みの方はちょっと眠たかったら昼寝もして、昼寝をしてもよし、ご飯を食べてもよしということで自由な生活を過ごしましょう。町の電気屋さん、会員ありがとうございます。ありがとうございます。よきよきよき。もうね、宿題とかね、数字があるんだよ。なんか数字を書きなさいみたいな。書けるわけないかね。朝寝してもいいです。朝寝はみんなするよ。それ二度寝ってますね。そうそう、書き初めの宿題、あの習字のなんかこんぐらい長い習字のなんか書き初めを書くんですよ。何だったっけ、なんかのなんか分かんないけど、なんかすごい字だったよ。さっぱりピーマンって感じのね、字でしたね。勝成さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、書いたらまた後日ね、皆様にもももの、まあ、習字の才能というものを見せていきたいと思いますのでね、書き初めでね、もう堂々と上から下かりって書きたいけどね、まあ、宿題なのでね、ちゃんと真面目になんかよくわからない漢字を書きたいと思います。コーヒー飲めますか。え、コーヒーは飲めないです。あれだよ、カフェオレならなんかちょっとだけ飲める。なんかレッスン中の自販機になんかあるんですよ、カフェオレが。その冷たいカフェオレなら少しだけだったら飲める。おしゃれだよね、カフェオレって。だからおしゃれだからいつも買ってます。でも実際には苦いやつだと、あのみっちゃんとかにあげたり、ふーちゃんとかにあげたり、朝に飲んでもらったりしておりますね。イエーイ。あ、そう、昨日は K2 公演、バックダンサーごめんねジュエル高柳さんの生誕祭でした。昨日はチュリさんの生誕祭でした。みんな見ましたか。28歳ですね、大人だ。すごく大人ですね。ね、もうと15個離れてますね。15個年の差がある方に昨日は初めて写真を撮ってもらいました。15個も違うんだよ。そう、でもママの方が身長は高いよ。ママは一番エゴさんのお手紙が
感動しました。うんうん、いいねって思いながら聞いてた。身長で勝ちました。そう、シュリさんよりモモの方が身長は高かったです。モモは身長は161くらい。最近学校で測ってないからわかりません。シュリさんのあのなんか赤いソロ曲の衣装がすごく可愛くてすごく綺麗でした。あれはねまだ見てない方は本当に見た方がいいと思いますよ。なんかすごいもうあの綺麗な大人って感じだった。元旦よいお年をありがとうございます。カルオさんハートありがとうございます。なのでね、ぜひこれもモモのショールームが終わったらヒロの DMM 見てない方はぜひ見るとハッピーになれると思います。なのでぜひあのね大人ですごく可愛かったチュエさんの DMM もぜひ見てください。あ、大富豪？昨日大富豪は朝はモモのカードの方に会って、夕方ぐらいにモモがやったら会えなくて、なんかあのモモのカードの方と会えないなってもう予想がついたんですよ。だから池田とせーのはいってやったらなんと。ちゃんちゃちゃんちゃちゃん本人登場池田楓ですって出てきたんですね。池田と対戦できました昨日。カイニャンのときめきをもらいました。よかよ。今日でもショールームが終わったらあのもう今からレッスンなんですよ。たくさん踊ってくるんですよ。だからたくさん食べても大丈夫なんですけど、今日たくさん踊ってくるんですよ。だからね、まあねももちゃんとお利口でね、えらいえらいお利口だからあの車でね行くときにちょっと立ち位置とかを確認していくんです。なので朝はできないので多分夜にできると思うのでその時はまたメールしたいと思います。そう、おみそかの練習だよ。なので今日は朝はできませんというご報告です。ヒュイ。なのでメールにまた大富豪の時間を送りますので、そちらの時間に合わせてできる方は大富豪をしてください。よろしくお願いします。31日外れた行くよ、外れた方もいますが行く人もいますね。外れた方は DMM 最善をモモは頑張って見つけることを誓います。背景これっすよ。何が悪いんだこれで。本当だね。嘘。DMM 最善は見つけるのにはかなりの技がありますね。かなりの技があります。まあ何年かやってたらね、いいかもしれませんが、まだ1年も経ってないのでね。あと3日でモモのお披露目から1年になります。
もぜひ見てください。ということで今日のホワイトボードはじゃん、226日コーンフレークちゃうで。これは昨日のね、チリさんの、チリさん可愛かったし鳥を描きました。ほうほけっきょコケコッコか迷ったけど、こっちの方がなんか鳴き声可愛くない？ほうほけっきょコーンフレークじゃないやい。これが鳥で、これがハートで、これがほうほけっきょ。わかる？イブフラじゃないよこれ。え、だってさ、これぐらい綺麗がね、なんかあるやんあるやん。とりあえずほうほけっきょと鳴く鳥を描いてみました。226日、ありがとうございます。うぐいすですねそうとも言う。ありがとう、テイトさん、コン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 、マネキネコのコボン、ありがとうございます。コバン、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 ポンコツさん、あなたもありがとうございます。カチューシャかわいい。あ、これですか？これコンコン、これですよ。ほら、これ、これがモモの今日つけてるカチューシャです。説明しますと、商品紹介。白いカチューシャ、まあ布ですね。それの中に星の模様が描かれていて、すごく。この服にぴったりなカチューシャになっております。ぜひおすすめです。皆さんもぜひこのカチューシャをつけてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いしますこれとすごく合ってますね。チップチャップ、皆さんもぜひつけてくださいよ。いいと思いますよ。これつける、これつけてスーパーに行ったりだとかコンビニに行ったりだとか、すごくいいと思いますよあ、なんかこれはちょっと恥ずかしかったらリボンを下げるみたいしてみるとやっぱね、気分が弾むと思いますよそう、これをつけてもう握手会に来てくださったりとかね、劇場に来てくださったりとか、これをつけていろいろすることありますよあ、握手会ならいけるって。はい、じゃあぜひ握手会はどんな格好でもいいんだよね。例えばマリオとかルイージとかキノピオとかヨッシーとかピーチ姫とか握手会だったら皆様もコスプレ OK なんで、例えばね、例えばマリオとかルイージとかキノピオとかヨッシーとかピーチ姫とか、ズボンはちゃんと履いてきてよキノピオピコ太郎のコスプレもうピコ太郎好きなんだけどあっという間に35分が来てしまいましたね。じゃあランキング見ます。13位あります。ホテイトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。パンペンパイナポアポペン、11位おつてん、ありがとうございます。10位どうなるんですか、3、ありがとうございます。
がとうございます。八位ホーリーさん、ありがとうございます。七位いちごパワーちゃん、ラッキーセブン、ありがとうございます。六位消防さん、ありがとうございます。五位カカラコンさん、ありがとうございます。四位スペタンカクタン、ありがとうございます。三位ノッさん、ありがとうございます。ミートさん、ありがとうございます。パチ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 、ハチハチハチ。今日の1位はピンポンパンポン、チャカ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 ツノリさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは行きます。せーの、L、オン、レイ、イン。カツノリさん、ありがとうございます。どこにハン、せーの、あ、それでは行きます。せーの、2、ありがとうございました。バイバーイ。